Next up, we have Zach Shafer from Marysville High School. His speech is 日本語でゲームはもっと楽しい. Games are more fun in Japanese. Zach started taking Japanese in middle school, but he realized that he wanted more opportunities to use Japanese outside of class. Zach thought Nintendo is a Japanese company, and since he loved Nintendo so much, he did things related to Nintendo in Japanese. Doing this has helped Zach improve his Japanese language skills. Shafer ザクです。どうぞよろしくお願いします。子供の時から Nintendo のゲームをして大好きでした。4月に Nintendo Switch を買いました。5ヶ月頑張って誕生日のためにお金をもらって新しいゲーム機を買いました。でも今はとても違うことについて話したいです。昔々、中学生になった時に外国語を勉強できました。スペイン語と日本語だけから決められて、もちろん日本語を選びました。日本語はもっと面白そうでしたから。でも、多分私は、任天堂は日本の会社だと思いましたから、とにかく4年間ぐらい日本語を勉強し続けましたが、授業の外でも日本語を使いたかったです。私は、任天堂は日本の会社だと思いました。そして日本語で任天堂に関することもしました。例えば、任天堂の日本語のツイッターを読んだことがあります。まだそのツイッターを読んでいます。しかし、時々たくさん分からない感じがありますが、ちょっと分かりにくいと思います。高校の1年生の時に、日本語の授業で任天堂が好きな人に会って、私たちは仲間になりました。よく日本語でゲームについて話しました。ある日、友達にゲームをするために招待されて、何時間も日本語でマリオカートというゲームをしました。その時に日本語を読むことを練習できました。私の意見では、たくさんの人は学生のためにゲームが悪いと思います。でも、私の人生の中で、ゲームはすごく大切なことです。日本語でゲームをすればするほど、ゲームが上手になります。それに、3人の親友に会いました。結論として、Nintendo は日本の会社ですから、私はありがたいです。ありがとうございました。面白い話ありがとうございました。大福さんは、1日に何時間ぐらい、ゲームをしていますか。1日に1時間ぐらいゲームをします。どうもありがとうございました。マリオカートは何分でやりますか。4人で。はい、私と3人の親友と一緒にマリオカートをしました。わかりました。じゃあ、どんどんゲームをやって、どんどん上手になってください。ありがとうございました。